世の中嘘だらけよ。画面から得れる情報なんて9割5分嘘。だってさっきおしっこ行くって言ったら間違いうんこ出たってか嘘ついてたわかる。おならしようとしてさっきうんこ出るんで、それは普通にそれは普通に早めの年、それ機能の低下、ベンジャミンバトンです。別に逆再生しちゃダメだよ。ベンジャミンバトン。まあね、そんな感じでね、こうもう何が嘘か何が思うかわからんみたいなとこありますけど、それをちょっと企画にしていこうということで、今回それをね、ケンジが企画にして持ってきてくれた。珍しい、珍しすぎたのかもしれない。もう今回は企画発表から企画説明までちょっとケンジにバトンタッチを。はいはい、ということで、はいか家で答えろ、嘘ついたらしばかれる質問コーナー。ああ、なるほどね。あ、まあ、嘘発見器でビリビリみたいな、ああいう系のやつや。はい、僕がですね、各々に質問をご用意させていただきました。はい、はいはい、皆様にははいか家で答えていただきまして、はい、僕が嘘だなと感じましたらしばかせていただきます。はい、感じの企画でございます。これ、まあ、最終回なんですか。でもほんまに嘘かほんまかやっぱメンバーと分かるから、分かるし、まあまあまあ、普通にこうギリギリのラインの質問とか持ってきて、はいはいはい、部屋とかで話してる話とかも考慮して、あ、嘘ついてるなとか見て分かる。あ、だから今回自主規制入らないよってことじゃない。入りません。そうそう、大丈夫です。入らんと。まあでも俺らが言うのはだから答える側はケンジ君が質問してくれるんでね。そうそうそう、で答える側なんでね。だからはいかいいえだもんね。はいかいいえ、うん、だから普通にとか素直に答えれば、うん、それ以上は別に何も言う必要ないと思う。別に何もだけ言いたくないし、でも普通に質問コーナーをやるだけで。あ、じゃあふうたくんが分かる、ターボくんが分かるっていう、そういう感じでメンバーの、あ、うん、そうだったんだっていう、メンバーにしか分からない楽屋でのトークとかで知った情報をここで聞けるってだけの、まあ、そういう企画でパーソナル。あー、大パーソナルだ。多分じゃあハリセンいらんしよ。いや、ハリセンはいるんじゃない。ブブーって言うだけでいいじゃん。ブブーでよ、うん、ブブーとかじゃない。そうだからその嘘に対してはやっぱ罪を、まあそうやな、まあそうやな、企画を持って制作してるから。そうだね、うん、だから企画を通してそのしばきたかったんだろうね、多分ね。で、そうなんだろう、それまた後の話。オッケーということで、本日は嘘つかずにしっかり答えていただきたいと思います。はい、イッツショータイム。はい、ということで一人目の回答者はターボー。よろしくお願いします。ちょっとさ、怖えくなってきた。ここに座らされて、なんか怖いな。それではターボへの質問スタート。はい、質問。 CCC が好きである。はい、割と裕福な生活を送っていると思う。はい、おお、年下で美味しいと思っている。はい、正直自分が一番歌がうまいと思っている。いえ、待って、それはそうやな、待って、いやいやいや、それは自他ともに認めることやと思いますよ。じゃあ歌はさ、そのうまいと思ってきましたけど、そのうまいとかさ、いいはさ、そう人それぞれの価値観やん。自分の思うだよ。まあ、一番うまいじゃないですか。怖っ。ブスと自虐しているが、一番自分がブスとは微塵にも思っていない。自分で言ってるけど、正味、ビリとは思ってないっていう。いえ。なんで？なんで？お前も絶対いい。りょうたくんになら何一つ負けるものがないと思っている。どっちや、どっちやん。いいえ。なんでだよ。それはケンジが悪い。それはケンジが悪い。うん、そうね。あの道悪くないやね。それに思ってないよって。なんでなんですか。じゃあ、じゃあちなみに、じゃあ逆よ逆よ。例えばりょうた負けると思う。練習。あ、ごめんなさい、ごめん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 、あっち叩いた方がいい。それのことじゃない、それ以外は負けてないです。全然嫌やな。そんなことないですけど。最終問題、みなとくんもふうたくんみたいに全部おごれと思っている。いえ。なんでだよ。なんでだよ。いや、まあ、いや、別に全部おごれとか思ってないですよ、別に。その
ねえ、で全部怒れとか思ってないのに行こうかって言った時ぐらい出せばいいんだよ。なんだよそれ、もう質問、これじゃ質問の悪意あるよね。めちゃくちゃ悪意あるじゃん。ターゴバージョンですね。あ、なるほどね。ということで、以上ターゴのターンでございました。はい、4ポイント質問あるぞ。それでは次は両卓のターン。思いとかあるんですね。そうやな、ね、そこだけとまた喋っちゃうとこもありますね。そうそう、丸裸にしてあげたい。はい、CCC が好きである。あ、一番ない、はい、一番ない、はいはいはい、なんでやねん。おー、一発目から嘘つくなよ。ほんまに好きだよ。え、好きだ、ほんまに好きやで。どんぐらい、ほんまに。だって CCC なくなったらもう俺行くとこないから。そうなんです、なくなったらよ。そうやん、だからそれが理由、自分のためやん。それは CCC が好きなんじゃなくて CCC が都合がいいんでしょ。やばいってそれは。すべてはお金で解決できる。今んとこ自分の生活を理解しやった。理解してみてな。理解してみて。いいえ。全部解決してるやろお前さ、こんなのはさ、体操とかさ、なんぼでもさ、準備運動とかストレッチあるのにさ、お前、体ちょっと柔らかなるために月10万円。いや、違う、そんな値段まで言うのよ。お前、これね、ちゃんとエピソードありまして、例えば MV の撮影2時間あったじゃん。はい、そうや、言え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 、陽太くん、じゃんけんに負けて一番最初にしなきゃいけないのに、はい、ターボにお金払って、はい、はいはいはい、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 すべてはお金で解決できる。はい、おらー、朝1時間でも多く寝るためにお金払ってターボにトップバッター行かしたりしますからね。はい、正直、風太くんとは離れていたい。いいえ。おお、そうなんだ、そうなんだ。あれまでもね、友達でもあったんですよね。だってフータが俺引っ越すって言ったらフータの家の近くに絶対引っ越すんですよ。なんか言ってたわけ。なんか俺がノリでね、浅草ってどこからも遠いんだけど、うん、そうそう、だからほんまにそうやねん。その車があるっていうのもそうやし、車があれってさ、まあ、次足と使ってるとか、まあ、楽やん、うん、で雨風しのげるし、うん、暑い寒いしのげるから。で、ノリちゃん、俺浅草行ったらどうするのって言ったらさ、そっちによって引っ越ししてくるって言ってたんですよ。でもそれって、ふうたくんが好きなんじゃなくて、車が好きなんだけど。じゃあ、じゃあそれは離れたいと思ってるから、だから質問がちょっと弱いです。そういうことね。そう、離れたいと思ってる。そうそう、質問を変えるとしたら、ふうたくんではなく、ふうたくんの車と常に一緒にいたいんだね。ふうたくんというか、車の方がメリットあると思ってるから一緒にいる。車がなかったら一緒にない。あとお前何やろな。はい、お前ちょっと言いますか。違う違う違う。ということで最終問題。お、最後。そろそろイベントに出ようと思っている。配信の、まあ、りょうた結構な自分のタイムリーイベントを切られてるので、はっきりしてるんだよ。はい、おお、イベント出るのな。やっぱ CCC って CCC で獲得して、うん、CCC の楽曲がどうとか MV がどうとか、個人的じゃないプライズあるやんか。それってグループみんなでさ、誰でる誰でやんとか考えてやってるから、まあそこは要相談っていうことでね。ほんまに、はい、ということで龍太くんでした。待て、あー、それでは3番手ハズキ、じゃあ一つかんぞ。それではハズキスタートしていきます。CCC が好きである。はい。多分違うな。違うぞ。本当か。まあでも龍太くんが叩かれたのとは違う意味がありそうだね。なんかね。でもほんまに最近好きになった。最近言う。昨日エッチな動画を見た。はい。何を見て。最近教えてもらってるんです。あ、いい最近。落とし込もうとしてる。敵やぞお前、ケンジ、ハズキが。今、できるなら配信したくない。はい。
一応一応なんかそんなこと言うのダメだろ、あかんぞって。まあなんかそのあれだよね、喉も負担になったりとかそういう時もあるから、そのやらなきゃっていう配信はしたくないっていう意味なんだよね。いやもうお前ちょっと待って、ハズキいやストレスなんで俺かばっちゃったの、丁寧に進めてあげたの、いやストレスハズキでもそうやねんな、配信が嫌いなんじゃないねんな、そうほんまにそのガチやりたい時だけにやりたいんだ。そうそうそうけどやっぱやらないとそのファンの人も悲しんじゃうかなと思って、寂しい思いするしね。そうだからほんまにだからたまたま夜中に目覚めて今やろうとかでやるとかぐらい自由にやりたいと思う、うん、ほんまは必要性も感じてるしね、大事なのありがたみも分かってるから、配信が逆に言ったらね、ファンのことを思ってやってくれてるってことだからね。だから質問が悪いね。そうだね、だから性格が悪いマジでさこれ最終問題です。おお早い、いつも笑っているが半分嘘えいえすげえダメやねこれ怪しいな、これ怪しいそれ怪しい怪しい、へへへってやってたらいいとか面白い時もあるやそう今とかな二人で飲みに行ったりしたらあんま笑ってないもん、ゲーってあんまなくて、普通にこうローテーションで喋ることが多いですから、うん、こいつだから商売道具やもん。動画じゃない。あずき以上です。ありがとうございました。リッチなのが見た。そう、あったですか。ラストフーダー。もうこれはね、俺ら3人終わってますから。そうだね。言いたい放題。よっしゃ。いかがでしょうか。さあ、ということでフーダースタートしまーす。いきます。貯金5000万以上ある。いえ。いやさそうやな。ないってない。各口座に5000万以上あるから。日本人である。はい。そうやな。そんな黒いな。そんなわけがない。やね、色味からして語彙力もしかり。いやいや、日本で育ったわけ。いやいや、育ってんねん。日本語が上手なインド人です、あなたは。ヘビースモーカーである。いえ。そうだな、まあそもそもだって車の排気ガスだって美味しそうに吸ってんだもん。青青かお前。だから印象がないで、インスタでさ煙モクモクしてるやつとか。そうだよ。配信のプライズのさカレンダーで煙モクモクしてるやつとかあんねんけど。生誕のグッズにタバコ吸ってんの。しょうがない、しょうがない。はい、どう。空手をやっていたのは嘘である。何これ、免許のクイズみたいな。空手をやってたのが嘘ではない。いえ。空手という名の暴行を行っているだけで、いや大会とか出てんさって名前を使って人を殴ってる。全国とかで勝っててんで、喧嘩のこと大会っていう。そう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 そなんやねん。まあ最終問題です。おお早くね、パパママ来ましたけど。あ、来たね。それが一番大事な問題です。はい、いきます。人を殺したことがある。あるっちゃある。もしかしたら死にされるの。え、死にされる。じゃあ一応オープニングの伏線回収。これ死にされる。一応やってください。すべての動画はやらせである。いいえ。いいえ。お前青かお前。お前青かお前。青お前。お前のせいでまだそうなんだよ。お前青お前。青かお前。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ結構ね、叩かれたよって人もいれば、あんまり叩かれなかったなって人も中にはいると思うんですけど。まあ葉月なんかちょっと正直に答えてた。はい。結構ね、あんまり受けなかった。ありがとうございます。なんかちょっと振りたいんだね。いやいやいや、ほぼ全部だらけやん。嘘つき、マジで嘘つき。覚えてる、人を殺したことがあるとかさ、これはや全部やらせである。いいえ、バシ。これはまあさ、なんかこうお笑いというか、まあなんかなわけない。なんかこう日本人じゃないとか、これもう嘘か本当かとかでもないやん。
そうだから普通に人間性じゃないんやもん。そだからこれはあれですよ、そのこういう質問みたいな形をとってケンジ君が、俺らもといじりたかっただけ。そうやな、だから同級生で仲いい方やから一番叩きたくなかったから質問はそっち系で、俺を一番叩きたかったケンジってだけやな。そういいえというわけでですね、この動画が楽しいと思っていただけた方はチャンネル登録、高評価、コメントたくさんお待ちしております。というわけでまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。この後もあるよ。このいや、これもおかしい。じゃあ叩かれない可能性もある。叩かれない可能性もある。この動画は、僕の自己満で、ただ僕が叩きたかったがゆえに、作った企画である。いえ痛い。これはお笑いになっとらん。痛すぎ。